こんにちは、速稼中の久保です。最近はね、黒川さんが麻雀で辞任したというニュースが、まあ、随分と駆け巡ってるわけなんですけども、まあ、麻雀のことをね、やっぱり話題に出てくると私も思い出すわけなんですよ。それでね、私が、まあ、現役時代って別に麻雀に現役なんてのはないと思いますけども、少なくも私はね、あの中学の頃から麻雀を覚えて、それから一通り、まあ、高齢とやったりね、まあ、裏稼業の麻雀やったりとか、で麻雀店の経営をしたりとか、まあ、麻雀で、まあ、食いつないでいく時代もあったりとかね、いろいろと経験させてもらったんですけども、実際にこの麻雀でね、暮らしていくことができるのかっていうことは多くの方が疑問を持たれることだと思うんですけども、これはね、まあ可能なんですよ。あのフリーマージャンに行ってそこで稼いで生活を成り立たせている人っていうのは、まあ、今でもいるんですよね。当然ですけども、昭和20年代とか30年代もっといました。もっといたということです。私は見てませんけども、でもね、やっぱりそういう時代をくぐり抜けて、今でも20代前後の方がそういったね、マージャンで食べてる人っていうのはいるわけなんですよ。私も何人かにお会いしたんですけども、ただね、あの二度と会うことはなかったです。基本的にはフリーマージャンで食べていく人って、あの東京ではあんまりやらないんですよね。東京ってのは人が多いんで、実はですね、競争力かなり高いんですよ。でマージャンで暮らすってことは勝負をしてるわけじゃないんですよ。あくまでも稼いでいかないといけないんで、できれば自分よりも弱い人とかね、弱い人とか趣味でやってる人とだけやりたいんですよ。麻雀でしのぎを削るような人が集まっているところには行かないということでした。まあ、ですので自然と旅打ちになってきます。旅打ちってのは地方のね、山口とか東北とか、それから四国とか、そういうところを回りながら、まあ、一定期間麻雀で財を成したら次の町に移っていくっていう形で、まあ、根なし草なんですよね。で、まあ、広島なりね、岡山なりで私が出会ったその麻雀の旅打ち、麻雀のいわゆるね、裏プロとされてる方の、まあ、ちょっとしたお話なんですけども、やっぱりね、同じ土地にいて同じ麻雀をしてると、どうしても人間なんでその土地が好きになっちゃったり、麻雀の対戦相手と別れがたくなるそうなんですよ。まあ、そういうふうな人情をどっかでね、捨てていかないといけない、人情に変えていかなくちゃいけないみたいなことを言ってましたよね。まあ、そう考えると麻雀で暮らすって結構ね、その寂しいと言いますか、孤独を友とするというかね、まあ、性分なんでしょうね、きっと。で、体を壊したらそこでアウトだって言ってました。私が知っている麻雀のうちの中でも一人ね、健康保険にも加入してないと、国民保険にも入ってないっていうのがいて、で途中で体を壊してね、私の方に連絡を下さったんですよ。その連絡ってのは病院からの連絡でした。最後に一言だけ話したいことがあるっていうんで、私はね、岡山の某病院に行きまして、痩せ衰えたその彼の姿を見てね、麻雀でしか知り合えなかったその姿がやっぱり一人の人間に戻ったところを見ましたね。で最後はやっぱり寂しかったと。で、まあ、久保ちゃんなら来てくれると思って電話したんだけど、特に言うことはないよと、金もないし入院費も払えねえみたいなこと言ってましたよね。できっとね、この、まあ、その時はね、45歳ぐらい、45前後だったと思うんですけども、その彼がこの亡くなっていく2日前に私会ったんですよ。私がお見舞いに行った2日後には、まあ、亡くなったんで、ご縁のある方でしたらちょっとね、入院費の振り込みと、あとは引き取りをお願いしたいということだったんですけど、まあ、私は本当にただ知り合っただけなんで深い仲ではないですよということしかできなくてですね、まあ、そこで話は終わったんですけども、麻雀で暮らしていく人のその最後っていうんですかね、まあ、こういう過酷さを抱えながらやってるのかなと思いましたよね。で、あとね、何人かいらっしゃったんですけども、なんかすごく変わってる方もいましたね。それはね、家族をちゃんと養いながら奥さんと子供を養いながら麻雀で暮らしてるって方でした。本当にすごい人だなと思いましたけども、まあ、もともとね、会社勤めしてたらしいんですけども、リストラにあって家のローンがね、払えなくなったところで、まあ、ずっとね、得意だった麻雀を久しぶりにやってみようかなと思って、それから麻雀の世界でやっていくようになったらしいんですけども、この方はね、普通の麻雀層に行ってましたね。で、そこで勝ちすぎると目立つんで、まあ、店をいろいろね、地域で変えながら行っていたらしいんですけども、やっぱりね、10年も経たないうちにその界隈で、名前と特徴が、名前って言っても偽名を使ってるんですけども、名前と特徴がね、やっぱりこうバレてきたと言いますか、悟られるようになって、家族でその土地を引っ越さざるを得なくなったということだったんですよ。で、家族には転勤でみんなで移ることになったんでっていうふうな形で話されたとは思うんですけども、詳しくは分かりません。まあ、その方もね、短い私との付き合いだったんですけども、去っていきました。それは私が広島で麻雀荘を経営している時だったんですけども、なんかね、やっぱりお付き合いはね、
1年にも満たなかったんですけども、結構その中でも濃い付き合いしたんじゃないかなと思いました。まあ、私も麻雀を生業としてやっていく中で、その方のね、麻雀に対する姿勢を聞く中で、本当にこれしか選択肢が残されていなかったというふうに言ってましたね。で、家族もいるんで、これを一生やっていけることは分かんないけども、でもとりあえず今は自転車操業みたいになってると。麻雀やって多少のね、毎月の30万とか40万ってものを家に持って帰って、で給料明細もないからどこまでごまかせるか分からないと。で、子供たちが病気になった時とか進学を変えた時に自分はどうすればいいんだろうかっていうふうなこともね、言われてましたね。まあ、本当にね、なんか麻雀で暮らしてる人っていうのは、私が出会う限り、この楽しく明るく自分らしくっていうところからは全然縁遠いなというふうなのが私の感想ですね。まあ、ある意味黒川さんみたいにきちんとお勤めをされていながらね、で自分の裁量の範囲で、お金の無理のない範囲で麻雀をされてるっていうのが本当にいい姿なんじゃないかなと思います。昔のハードボイルド小説みたいね、浅田哲也さんの小説みたいに麻雀で暮らすっていうのはもうすでに時代が受け入れなくなったんではないかなと思います。まあ、これからもね、麻雀で暮らすっていうのはなかなか、お客さんとして麻雀で暮らすっていうのはなかなかいろんな意味でもう、まあ、反社会みたいな扱いになっていくのかなと思いますし、まあ寂しい人生を抱えていかないといけないのかなと思うと、まあ、私も一時期ね、麻雀で暮らしていけるんじゃないかなと思ったことがあったんですけども、まあ、そこでね、自分の力を過信せずに、こんなのは長く続かないと思ったのが、まあ、今となっては良かったかなと思いますし、実際にやっぱね、麻雀自体が長く続かなかったです。麻雀に対する情熱は本当にね、冷めやすいと言いますか、一生涯麻雀やっていくのかなと思ったほど大好きだった私なんですけども、今麻雀をやる時間がちょっともったいないみたいなね、モチベーションになってきましてね。で、今ネット麻雀をたまにやるぐらいで、そこにね、なんかこう勝敗の駆け引きとか、なんかダンディズムってものはもう失ってしまいましたね。まあ、そんな感じで今日はね、麻雀のことをちょっとお話ししました。まあ、今でもね、麻雀で生計を立てられてる方いると思いますけども、まあ、何と言いますかね、まあ、体にお気をつけて、またどこかの宅の上でお会いしましょう。では失礼します。